よろしくお願いします。こんにちは。私は大阪市立大学理学部数学科の一色出口と申します。今日は、ね、この授業ではトランプの社風についてお話をしたいと思います。このトランプを、まあ、社風ってこうよくカードを切ることですね。まあ若い皆さんがどれだけ今トランプで遊ぶことがあるかっていうのはちょっと不安なんですけども、まあ、私は七並べが好きで、他にもポーカーとか、ババ抜きとかですね、セムブリッジとか、あとは大貧民ですか、まあ、ナポレオンとか、まあ、いろんなゲームが好きなんですけども、どれをやるにしてもですね、大体このゲームの初めにこのトランプをよく混ぜておくというのが大事、重要だったりします。でだからこういうふうにですね、まあ、いろんな形あるんだけども、基本的にはこう左手の、右手のカードを左手どんどん移していくっていう、こういうのが、お手軽なシャッフルの方法として皆さんもよく知っていると思います。これはオーバーヘッドシャッフルって言うんだけども、もう一つですね、これも見たことあると思うんだけども、よく手品なんかではですね、この二つに分けて、右と左で、パラ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 。ね。それで、こう、ささささっとやる、ね。もう一回ですね。まあ、これだから練習がちょっと必要ですけども、まあ、私もそんなうまくないし、このまま不器用なんで、パラ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 。パラ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 と。で、まあ、最後にバラバラバラってやるのは、まあ、別に、必須ではなくて、まあ、こう、一つにですね、まとめても、まあ、全然問題ないんですけども、こういうのをリフルシャッフルっていうふうに言います。まあ、リフルってさざ波っていう意味で、まあ、このパラパラパラって音がですね、水のさざ波みたいなことだからっていうふうに名付けられたそうなんですけども、まあ、こうやりますね。はい。で、まあ、このオーバーヘッドシャッフルとリフルシャッフルと、まあ、まあ、オーバーヘッドシャッフルの方が、まあ、手軽なんだけども、まあ、効率としてはですね、混ざり方としてはリフルシャッフルの方が、まあ、断然よろしいと。まあ、ちょっと実験してみましょうか。これ今、ハートのエースからハートの13までのカードを、まあ、ちょっと一回、オーバーヘッドシャッフルでこういう感じで、こうしていきます。で、今度はこっちをですね、こっちは、まあ、クラブのエースから13までを、一度ですね、二回分けて、バラ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 。これ枚数少ない方がやりにくいんだけども、まあ、こんな感じで分けますと。で、オーバーヘッドシャッフルの方は、この8、9、10、11、12、13、5、6、7、4、5、1、2、3と、なんかすごく結構連番が多いんですね。8から13までが連番、6、7があって、4、5が連番で、1、2、3があると。で、一方、リフルシャッフルの方はですね、8、9、2、2、3、10、11、4、5、9、6、7、K と。まあ、連番がですね、2つあるぐらいで、まあ、ほとんどないわけですね。互い違いになっていると。まあ、これだけ見ても、まあ、よくわからないし、実際に混ざり方を比較するのは、やっぱり数学的な計算が必要なんですけども、まあ、その結果からすると、リフルシャッフルの、リフルシャッフルっていうのがオーバーヘッドシャッフルよりも、断然効率がいいということが、まあ、わかっています。で、だから今日は、こちらについて、お話をしていくんですけども、ね、これちょっと、で、そうは言ってもですね、で、まあ、常識的考え方としてはですね、まあ、1回や2回やってもくとして、まあ、3回ぐらいこうシャッフルすれば、もう十分よく混ざっているだろうと。で、あるいは、まあ、何回もやればやるほど、まあ、よく混ざっていくっていうふうな直感、まあ、イメージだと思うんだけども、それは実はちょっと違くてですね、実は、まあ、1回や2回、あるいは3回やってもほとんど混ざってない。で、ところが、ある回数を超えると急激に混ざり出して、そこから先っていうのは、何回やっても、まあ、もともと混ざってるんだから、あんまり意味がないと。そういうような回数が、存在するっていうことが、まあ、比較的最近、証明されました。まあ、今日はそういう話をしたいと思うんですけども、まあ、予備知識としては、まあ、数学 A のですね、順列組み合わせ、あるいは確率と。なんだけども、まあ、そういうの習ってないっていう人、あるいはまあ、確率ちょっと苦手だなっていう人でも、まあ、わかるようにですね、まあ、お話ししていきたいと思うんで、気楽に聞いてください。はい、で、最初にちょっとどんなことをやりたいかっていうアイデアを示すために、簡単な手品を紹介したいと思います。で、今、この、スペードのエースから、スペードのキングまで、ハートのエースから、ハートのキングまでの26枚のカードをですね、並べてありまして、まあ、一番下がスペードのキングで、一番上が、まあ、ハートのエース、あ、ハート、スペードのエースとハートのキングなわけだけども、これ、まあ、2回、リフルシャッフルしますと。
まあ、これ皆さんお手元にトランプ用意してもらってると思うんで、後で一緒にやりたいと思うんだけど、まずはまあご覧ください。で、1、こういうふうにやるわけですね。はい。それで、まあ、もう一回、二回、シャッフルします。二つに分けて、はい。パラ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 と。はい。まあ、ゆっくりやると大体できるんで、まあ、一緒にやってほしいんだけども、それで、二回役して、一番上のカードをですね、開けます。で、皆さんにご覧になっていただきます。で、このカードをですね、まあ、真ん中に入れまして、で、まあ、これから当てていきましょうってわけですね。で、一番後ろにひっくり返しまして、ちょっと左から並べていきます。7、エース、キング、8、9、エース、9、A、12、で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13とですね。まあ、26枚、こう、左から並べたわけだけども。それで、まあ、一番左にあるのはこのスペードの7ですね。スペードの7からスペードの7、スペードの8、スペードの9、1個ずつ増やしていって、スペードの10、スペードの11、スペードの12と。これもこの上昇列って、1個ずつ上がってくれると上昇列って呼ぶんだけども、これまず1個取っていきます。7、8、9、10、11、12と。それで、取り除く、残ったものからまた左から見ていってください。ハート、スペードのエースがありますね。スペードの1、2、3、4、5と。これがまあ、もう一つの上昇率。でもまあ、同じこともまあ、あと2回繰り返します。スペードのキングの次はハートのエースですね。ハートの1、2、3、4、5、6、7と。1、2、3、4、5、6、7。で、最後に、8、9、10、11、12、13と取っていくと、最後に残っているのが、これですよね。はい。というふうに、な手品です。まあ、要はこの上昇列っていうのを、1回やると2つ、で、2回やると4つに分かれるんですね。で、1枚、だから26枚やって上昇列4つなんで、まあ、6枚か7枚ですね。1つの上昇列があるんだけども、でも、2回上昇列、2回シャッフルした後、1枚取って中に入れる段階で、その1枚は孤立してるわけですね。だから第5の上昇列っていうのが1枚だけあるんで、で、それがまあ、最後に残るという、そういう仕組みです。まあ、これも皆さん一緒にやりましょう。はい。まあ、せっかくなんで、だからまずですね、お手元のカードを用意してもらって、スペードと、まあ、ハートをですね、より分けていきます。まあ、ダイヤと、まあ、別にスペードに、まあ、自分はクラブが好きだとか、スペードが好き、ダイヤが好きだとか、クラブが好きだとかっていう人は、まあ、その、やったらいいんですけども、とにかく、もう私は、まあ、ハートとクラブ、キングを並べていきますね。まあ、私ちょっとこれは不器用なんで時間かかると思うんで、まあ、皆さんもですね、ちゃちゃっとやっちゃってください。で、まあ、それで、まあ、並べながら、ね、こう、より分けていきます。はい。で、まあ、ちょっと時間がかかるんで、この間に、ちょっと豆知識を披露しますと、まあ、私が今こう呼んで、このトランプっていうのは、英語では、切り札っていうような意味で、まあ、今のアメリカ大統領の名前も同じ綴りですね。TRUMP なんですけども、じゃあ、私たちが、日本人がで、ね、トランプって呼んでこのカードのことなんて言うかっていうと、英語では、カード、あるいは、プレイングカードっていうふうに呼ぶそうです。ですから、まあ、インターネットなんかでですね、情報収集するときは、まあ、その辺ですね、注意したと、いいと思います。はい。で、まあ、私もこれ、まあ皆さんどうですかね、より分けられたでしょうか。で、スペードの1、まあ、スペードの1を上にして、こうですね、2、3っていうふうに、まあ、下からこう並べていきます。8、9、10、あれ ?11 がない。あれ困った。これやっぱり、揃ってないと大変なんで、そう、生放送だとこういうことがある。あ、だいたいよかった、よかった。はい、11ですね。11、12、ちなみに皆さんも、ね、ちゃちゃっとご自分でやってください。1、2、3。まあ、やっぱ順番並べるのが大事なんで、ここはまあ、しっかりとですね、並べてください。8、9、10、
11、12、13と。はい。で、まあ、上がスペードの1で、下がスペードの1で、まあ、ハートをキング。こいつを、まあ、二つに分けて、まあ、リフシャフですね。まあ、まあ、慎重になれば できるんで、ゆっくり、ね、パラ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 と。それで、まあ、慎重にですね、こう、一つ並べまして。で、もう一回、二つに分けまして、パラ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 。とで、なりましてと。で、まあ、皆さんはですね、お友達の周りにいないと思うんで、まあ、自分でちょっと興ざめですけども、こう確認してですね、はい、これを、入れます。ね。それで、まあ、ひっくり返して、まあ、並べていくわけですね。これ、やっぱり自分でやると、まあ、やっぱりこの感動はひとしおなんで、ぜひ、見てほしいんですけども、やってほしいんですけども、あるいはですね、この授業が終わった後、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、8、9、10、11、12、13と。はい。で、まあ私は、だから、ハートの2から8、ね、まあ上昇へと取ってきます。皆さんも、まあ自分のカードをやってください。4、5、6、7と。ね。はい。で、上昇へと9から始まり、9、10、11、12、13とね。はい。で、1、2、3、4、5、6、7、8。はい。そして、9、10、11、12、13。とすると、残りましたでしょうか。これね、ハートの8がちゃんと残るというわけ。はい。で、まあ、皆さんもこれご察しの通りですね。だから、その、まあ、手品の種はですね、今、さっき説明した通りなんだけども、まあ、一番上の通ってまだ真ん中に行くときに、たまたま別の上昇列に紛れ込んでしまう可能性があるわけですね。だから、まあ、この 100% 確実ってわけじゃないんです。まあ、私はまあ、何回かやってきて、今まで成功してるんだけども、こう今30人の人がですね、見てるとすれば、1人や2人ですね、まあ、うまくいかなかったという人がいると思うんですけども、そしたら次はうまくいきますから、まあ、安心してやってください。まあ、あるいはお友達の前でですね。まあ、これ26枚というのは分かりやすいからやってるけども、52枚でやっても、まあ、一緒です。その場合には、まあ、シャッフル3回まではですね、大体うまくいきます。4回以上やると、ちょっと上昇率の数が多くなってくるんで、まあ、失敗の確率が大きくなりますけども、その時も、運悪く失敗するときには、まあ、今の練習とかですね、その辺ごまかしながらですね、まあ、手品やってみるといいと思います。はい。で、で今のでもちょっと感じはつかめたと思うんですけども、つまりやっぱり2回、シャッフルすれば上昇率は4個ですね。3回シャッフルすれば上昇率なんだけども、今52枚カードがアウトすると、上昇率っていうのは最大52まで増えることができます。まあ、というかまあ、なので、まあ、順列が1つ並び方があった場合は、まあ20個や30個のね、上昇率があるのはまあ当たり前なんだけども、例えば4回シャッフルすると、その辺全部現れないわけですから。だからまあ、やっぱり4回シャッフルしても、まだまだ偏りはあるわけですね。で、そのことを踏まえてですね、まあちょっと結果を、書くんですけども、回数とですね、その、まあ、カッコ付きで、混ざり具合とリフシャッフルの、で、まあ、それは0から1までの数で、0ほど、まあ、よく混ざって、1だと1回ほど混ざりにくいと。混ざってないというような、まあ、後でこれ詳しく数学的な定義は聞きにしますけども、1回では、だから 1.000 とほとんど混ざってない。2回でも混ざってない。3回でも混ざってない。4回でも、まあ、やっぱりそういうわけで、まず、5回で上昇率は32個になるんで、かなり、いろんな数、まあ、配列ができるんだけども、ちょっと様子が変わってくるわけですね。ちょっとだけ数字が変化すると。なんだけども、じゃあ6回になると、で急激に混ざるんですね。だから、ここで上昇率が64になるんで、まあ、原理的に全ての順列が現れるようになると。なんだけども、ここで、6、1、4と。で、ちょっとその間に行きますけども、
で7回で、0.334 と。で、8回で 0.167。で、この辺でもう半分半分になっていくわけですね。半分半分、0.085 の 0.043。だから5回やっても 0.1 も下がらなかったのが、6回、7回、8回転するとガンガンガンと下がっていくというようなことですね。じゃあ、これ、ちょっとグラフをですね、見せていただきたい。まあ、この今、表で書いたものをただグラフにしていただけですけども、まあ、5から始まって8でですね、まあ、そういうのが、その急激な変化が終わっていると。だから、だいたい 6.5 で、が一番その変化が激しいところだけども、だから7ですね。7回やると、まあ、だいぶ、その変化がですね、一番激しいところでやると。それ以上やっても、だからもう安定してくるので、混ざり具合っていうのは、まあ、良くなって、まあ、あまり変わらないと。ある意味変わらないと。いうわけで、まあ、結論はですね、まあ、52枚の、リフルシャークルですね。においては、まあ、7回が妥当であると。というのが、まあ、ベイヤーという人と、ダイアコニスという、で、二人の数学者が、まあ、1992年と。まあ、だいたい30年前ぐらいに発見した、まあ、定理なわけです。まあ、30年ほど前なんで、皆さんが生まれる前なんだけども、まあ、まあ、平成なんでね、平成4年なんで、まあ、その長い数学の歴史とか長いトランプの歴史に比べると比較的最近ということですね。で、まあ、その、ベイヤーとダイアコニスさんの、まあ、論文、ちょっと原論文をちょっとだけお見せしたいと思います。まあ、だからそのタイトルがあって、その下に、ベイヤーと第五の名前が書いてあって、その下には、まあ、N 枚だと、何回で、よく混ざるところが分かりましたっていうのが書いてあって、で、その次のページお願いします。次のページだと、この上昇列ですね。だからトランプの手品の種みたいなことを、が書いてあって、さらに、次の、のところには、この私が今、板書した表が書いてあると。いうわけです。だからこれがまあ、非常にセンセーションをですね、巻き起こした論文ですし、まあ、後で言いますけども、大体、これが発表されるですね、2年ほど前に、まあもう、ダイアコニスさんがこれまでできましたよっていうのをアナウンスして、ニューヨークタイムズの一面で7回混ざればいいんだっていうようなことが、まあ、ドドーンと出たってことがあります。まあ、その辺でですね、その、まあ、この超知性について、ダイアコニスさんが、まあ、この研究を引っ張った人なんですけども、まあ、彼についてちょっと、少しお話ししたいと思います。で、そのダイアコニス先生のその写真を、まあ、こういう方なんですけども、まあ、1945年生まれだから、今75歳ですね。まあ、まあ、ダイアコニスっていう名前は、まあ、ギリシャ系のアメリカ人ですね。ご両親がギリシャから来た人で、まあ、ニューヨークにお住まいだったと。で、ニューヨークっていうのは、まあ、昔からですね、この、まあ、手品師とかが、ダイアコニスさんは、まあ、小さい頃から、まあ、手品っていうのが好きで、で、ニューヨークっていうのは、まあ、いろんな人が、まあ、来て、マジックショーとかやるわけですね。で、そういうのを見て育ったんだけども、で、彼が14歳の時にですね、その、ダイ・バーノンっていう、まあ、伝説の手品師と呼ばれている人が、まあ、やっぱりマジックショーをやって、で、ダイアコニスさんも、まあ、マジックができるわけだから、それ見せて、すごい気に入られて、坊や、一緒に来るかいって言ったら、うん、行くっていうふうにして、まあ、14歳なんだけども、まあ、親にも、学校にも言わずに、ひょひょとついてって、それで、まあ、ね、数年ですね、8年ぐらいの一緒に旅をしてですね、まあ、マジックショーをして、まあ、次の町へ行って、マジックショーをして、なんていう生活をしてたそうです。なんだけども、まあ、23歳の時に、もうそろそろこういう生活いいかなっていうふうに思うようになって、で、彼たまたますごい難しい、確率の本をもう持ってたんですけども、に出会ったんですけども、それ読もうとしたら、やっぱり、まあ当然なんか全然わかんないわけですね。読めないんですけども、で読めないのは悔しいから、大学に行って数学を勉強して読めるようになりたいと、いうの確率の本をですね。で、ニューヨークに戻ってきて、でニューヨーク市立大学と。だからまあ、ここは大阪市立大学ですけども、まあ市立大学つながりで、まあニューヨーク市立大学に23歳で、まあ、ご勉強して入って。
で、卒業した後はハーバードの統計学科で学位、博士号を取ってですね、その後、まあ、ハーバードの教授になって、まあ、スタンフォード大学の教授になっていると。まあ、スタンフォードっていうのは、まあ、ハーバードと、まあ、統計の世界では、まあ、同格かそれ以上だって言われているところなんで、まあ、本当に超一流でトップの大学の先生として活躍していると。いう人なんだから、数学者としても、まあ、超一流の人なんですけども、で、まあ、でも最初はですね、自分が元手品師だったってことは、まあ、黙ってたそうです。なんだけど、途中から、まあ、こういうですね、トランプの研究とかも、まあ、数学的にするようになったと。で、ある日ですね、そういう大学院先生に、カジノのオーナーから相談があったと。どうも先生、うちにですね、出入りする客の中で、まあ、勝ってる奴がいると。だから不自然に勝ってる奴がいると。これ、どうだか、いかさましてんじゃないかと。ね、先生、見てくれないかって言ってるわけですね。で、まあ、じーっと、まあ、手品師なんで、まあ、そういうのね、人のイカ様見破るのもうまいんですけども、まあ、どうも何もやってないと。で、その観察しているうちにですね、どうもこれはシャッフルのヒントがあったと。だから、シャッフルに、だから、まあ、やっぱり2回、2、3回ですね、シャッフルして、まあ、次のゲームしてるんだけども、どうやらそれが問題だと。だから、やっぱりそう、今見たように、やっぱりシャッフルにね、この偏りがある癖があるというのが、それがまあ手品の種になるし、まあ、イカ様というかですね。まあ、イカ様と呼べないと思うんだけども、まあ、要するにこの、ゲームが終わった後のカードの配置をよく覚えておいて、でそうすると、次に何が来るかっていうのは、まあ、確率なんだけども、わかるわけですね。そこで勝率を上げていると。で、結果的に儲けていると。そういうことが起こっているんじゃないかと。で、それから、じゃあ、一体何回ですね、カードを混ざれば、こういうことが、よく混ざって、そういうイカ様を防げるかというふうな研究をして、7回だというふうになる。で、それがまあ、非常に社会的なセンセーションを起こして、まあ、ニューヨークタイムズにも、まあ、やっぱカジノがですね、向こうはもう、その盛んですから、で、まあ、7回混ぜましょうねって、でもやっぱりそれは無理だよねっていうような、話だったそうですね。はい。で、そこで、この計算ですね。だから、ただ単に計算しましたって言うんだけども、やっぱりこのトランプの配列に膨大な数ありますから、ただ単に闇雲にですね、スーパーコンピューターで計算してもらっちゃいかないわけですね。で、こういう数値が出るっていうのがその奇跡なんだけども、それはやっぱり先ほど言った上昇率って考え方を使って、この確率をうまく計算するっていう方法があります。で、その辺のですね、計算方法っていうのをこれから紹介していきましょうというのが、まあ、今回の話です。だからこのベイヤーとダイヤコインスのですね、この論文のごく一部をですね、まあ、簡略化してお話していきます。はい。で、とにかくですね、リフルシャッフルっていうのをすることで何が起こっているかっていうのを、まあ、もうちょっとよく観察してみましょうと。で今今度は13枚ですね。スペードのエースからスペードのキングまで13枚を1回リフルシャッフルします。はい、もっと、なかなか、これ難しい。ちょっともう一回、もう一回、すみません。こうか、こうかな。もう一回。そして、こうかな。はい、はい、すみません。こうやって、こう。はい。はい。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 と並べました。ちょっと今これえ、1回リフレッシャークルした結果、ね、だから、で何が起こるかという話なんだけども、そこにあるように9、1、10は今これ t って書くことにします。まあ、10なんで10と書くことにします。で、2、11、3、4、12、5、6、13、7、8ですか。なんで、まあ上昇率を勘定すると、まあ9、10、11、12、13と。これがまあ、だからまあ、まあ私がですね、こうさっきやったのは、まあ、左手に、1、2、3、4、5、6、7、8。右手に、9、10、11、12、13と。
ね、左手に8枚、右手に5枚あって、で最初に、右から1枚で、次に左から1枚、で次に右から1枚、次に左から1枚、で右から1枚、左から2枚、ね、右から1枚、左から2枚、左か右から1枚、左から2枚と。こういうですね、左、右、左、右、左って、こういうふうな、だから、上昇列が2つあれば、必ずこの0、1のですね、符号、が1つ定まるわけですね。で、何が起こったかというのが完全にこの分かるわけです。この1010っていうパターンで、リフシャッフルっていうのは表現できると。まあ、こういうのを符号化っていうふうな。で、逆にですね、何でもいいんですけども、例えば00010110100010っていう、まあ、01の13個の列があった場合に、まあ、ここから何が起こっているかっていうのは、まあ、分かって、まあ、0が今やっぱり8つですか、まあ、たまたま一緒ですけども、で、9、10、11、12、13と、まあ、こっちが0。まあ、左で右だ。で、そうすると、左から1、2、3、右から、1枚、ね。左から1枚。右から、10、11と、左から1枚。右から1枚。で、左から6、7と、右から1枚。左から8枚と。うん。まあ、なんか似たような感じになっちゃいましたけども、まあ、こんな感じですね。この、特に0、1っていうのを1つ固定すると、まあ、そこから、まあ、1つその、上昇列が2のものが現れますし、上昇列2のものがあったら、そこから01の13個列が定まるというわけで、で、ここで一つですね。まあ、これは認めていただきたいんですけども、そう、リフシャッフルの、だから、モデルで、まあ、ある自然な数学的なモデルに従うとですね、この2の13乗通りの、リフシャッフルは、まあ、0100っていう感じのシャッフルっていうのは、すべて、高確率で、まあ、今の場合、だから、2の13乗分の1なわけですけども、で、起こると。まあ、だからこれはまあ、一つ証明が必要なんだけども、まあ、これはちょっと認めていただくこととします。だから、この、リフシャッフルの結果、上でやったこれ9、1、12、J、うんぬんかんぬんっていうのも2の13乗分の1だし、こっちの2、3、9、4なりがしっていうのも、これも2の13乗分の1の確率で起こると。で、一方、上昇率が3つ以上の場合っていうのは、それも起こり得ないから、確率は0です。で、あと、上昇率が1個の場合ですね。これがちょっとくせ者なんだけども、だからこれはまあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13っていうですね、場合に行わないんだけども、例えば、0、0、0、1、1、1、1、1、1、1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なんていう場合ですね、左手に3枚やって、右に10枚やって、まず左3枚こうバババってやって、右に10枚バババって、まず手が滑ったとしか言いようがないんだけども、これも2の13乗分の1で勘定します。もっと極端に言うと、最初から最後までずっと0と。こういうのも2の13乗分の1確率で起こるんだけども、それもこの1、2、3、4に対応します。で、一般には、まあ、0が稽古で、1が13-稽古と。で、K は0と13の間と。まあ、K が13個の場合が、まあ、0、0、0、0、全部0の場合で、K が13個の場合、K が0の場合っていうのが、1、1、1、1、1っていう場合になると。これはまあ、全部で14通りあるんで、
2の13乗分の14と、まあ、まあ手が滑ったっていう場合なんだけども、まあ、それはまあこの自然なモデルからするとこの確率で起こるということになるわけ。まあ、ちょっとまあ13枚、この理屈っていうのは別に13枚に限らず52枚でも3枚でも一緒で、ちょっと3枚の場合ですね、改めてちょっとまとめてみたいと思います。これもレジュメに書いてあるんですけども、3枚の場合、取り得るのは1、2、3、1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2、3、2、1っていう、6通りなんだけども、まあ、例えば、1、0、1っていうのを考えましょう。これは、まあ、左手に1枚、右に2枚あって、最初に、2、だから、だから最初に2が来て、次に左から1で次が3来るんで、結局まあ、2、1、3っていうのがまあ、これに対応するわけですね。そんな感じで、0、1、0に対応するもの、1、1、0に対応するもの、1、0、0に対応するもの。で、残り4つですね。0、0、0、0、0、1、0、1、1、1、1、1って、この4つ、これ全部8分の1なんだけども、これはだから最初の部分はこれが8分の4、すなわち2分の1で、あとのこの4つですね、だから上昇列が1個の場合っていうのが全て8分の1通りあって、これ上昇列が2つなんだけども、これはまあ、なしなんで、確率が0と。こういうふうに、まとまります。まあだから基本、上昇列が、0、1、0っていうのは上昇列が2個の場合に対応するっていう、それは8分の1なんだけども、こういうですね、特殊なやつっていうのが、上昇圧1個のやつに対応してしまうと、まあ、手が滑ったものに対応するというわけです。はい、でこれが、まあ、リフルシャッフル1回起こった場合の解析なんですけども、次に、リフルシャッフルが2回に何が起こるかというのを解析をします。まあ、ここでやっぱり、2回でリフルシャッフルしたしてやってもいいんだけども、ちょっと計算間違い怖いんで、でまあ、その、用意してきた例でやりますと、まあ、2回やった結果ですね、11、12、6、7、8、3、4、1、9、10、5、13、2と、いうふうになったとしましょう。で今、だから上昇列を勘定しますと、11、12、13っていうのが一つの上昇列で、6、7、8、9、10っていうのがもう一つの上昇列。で、3、4、5っていうのがまた第3の上昇列で、1、2っていうのが第4の上昇列というわけで、4つですね。1、2っていうのと、3、4、5というのと、3、4、5と、で、6、7、8、9、10っていうのと、11、12、13という、まあ、4つの上昇列ができるんだけども、でこれは2回やった結果なんだけども、じゃあ1回上昇列やったときに何が起こったかっていうと、実はこの1から5までの上昇列と、6から13までの上昇列っていうのが生じていて、それを2つに分けた段階で、第1のやつが2枚と3枚ですね。第2の上昇やつが5枚と3枚というふうに分かれたというふうに考えます。つまり、2回が始まる直前にはですね、この2つが左手にあって、この2つが、まあ、右手にあるわけです。だから左手にあるやつをちょっと今収集つけますと、6、7、8、9、10と、1、2と、この2つが左手にあるんで、でまあ、今度はこの番号も換算してやりますと、左手にあるのが、6、7、8、1、9、10、2と、1、2、3、5、6、7、8、7枚でいいのかな？あ、そうですね、7枚ですね。で、右手にあるのが、11、12、3、4、5、13と、ね、6枚のカードが右手になると。だから、1回目が終わった段階ではですね、6、7、8、
A、中、十、二、十一、十二、三、四、五、K というですね、ふうになって、これが1回目が終わった段階の列です。で、それが2回目始まるときに、ここで分かれて、で、ここからここではですね、最初に右から2枚、左から3枚、右から2枚、左から3枚、右から3枚と、あ、2枚、左から1枚と。こういうリフルシャッフルの結果、こういうふうになったと。じゃあ、これはどういうふうになってるかっていうと、上昇率を勘定すると、6、7、8、9、10、11、12、13っていうのが一つのやつなんで、だから最初はですね、1、2、3、4、5っていうのが一つの上昇列で、6、7、8、9、10、11、12、13っていうのがまあ右手にあってですね。だからまあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13っていうのが、まず5枚と8枚に分かれまして、で、右から1枚、2枚、3枚と、左から1枚と、右から1枚、2枚と、左から1枚、右から1枚、2枚と、左から1枚、2枚、3枚と、右と。ね。で、こういうふうにですね、上昇率が 4つの場合には、まあ、ちょっとややこしいかもしれないけども、完全に何が起こったかっていうのが、まあ、決定されるわけですね。まあ、これはこれですごく私も面白いと思うんだけども、ただ、まあ、ちょっと扱いにくいんで、もっと同等の別のアプローチをします。のモデルと。それは、一つの人にですね、手が4本あると。まあ、千住な観音の後で、まあ、四重観音というか、まあ、四つあって、で、四つの上昇ですね。1、2、で、3、4、5、6、7、6、7、8、9、10ですか。で、11、12、13と。ね、まあ、それぞれ、だから手、左下、左上、右下、右上というね、4つの手があって、それぞれに2枚、3枚、5枚、3枚という手が分かれて、で、最初に、右上の手から2枚ですね。で、右下から3枚。で、左上から1枚。2枚ですか。で、左下から1枚。ね。で、9っていうのは右下ですね。右下から1枚。2枚。ね。で、5っていうのは右上だから1枚。ね。1回1枚。で、左上、右上から1枚で、最後に左下から1枚と。で、こういうふうにですね、0から3までの13個の組でパラパラと4つの点を動かしていくようなものと、この2回ですね、組み合わせたものっていうのは実は同等だってことが、まあ、ちょっと証明できます。で、これだから、で、その、この0から3までの4つの記号の13個の組なんで、4の13乗通り、これあるわけだけど、リフレッシュ。まあ、これをちょっと4手、シャッフルと呼ぶことしますと、その中4手シャッフルの結果って4の13乗個あるんだけども、そいつはやはり全部等確率で起こるっていうふうなことが、まあ、証明できます。それはまあ、この2の13乗×2の13乗っていうところもわかるんだけども、で、だからこういう確率で起こるのは山の4の13乗分の1だと。ね。だから、2回リフシャッフルした結果、上昇率4のですね、列ができれば、そいつはまあ、こういう0から3の 4の13乗個のパターンのどれか1個になるんで、4の13乗分の1になると。なんだけども、じゃあ今度は上昇率が3つの場合はどうかと。
はい、まあ、例をやりますと、まあ、10、5、1、6、2、11、12、7、3、4、8、13、9と、ね、まあ、上昇率数えていきますと、勘定していきますと、10、11、12、13ですね。あるいは、5、6、7、8、9。それと、1、2、3、4と、そういう、3つの1、2、3、4っていうのと、5、6、7、8、9っていうのと、10、11、12、13と。だから、まあ、素直に考えると、まあ、4手シャッフルのモデルで考えるんですけども、まあ、左下にはですね、まあ、1、2、3、4枚あって、で、右上には5、6、7、8、9、5枚あって、で、右上には10、11、12、13。で、まあ、右上の手には、まあ、空手だと、ね。手が、はい、あの、0枚だと。で、だから、2のですね、1の0の1の0ですか。で、2、2、で、1、0、0、1、2、1と、ね。こうですね。だから最初は、右下の手、右下から1枚、左上から1枚、左下から1枚。まあそんな感じで、こう、4の13乗分の1として、まあ3は出てこないけども、こういうのが一つ対応するわけですね。でも他にですね、今ちょっと、ここに、カットを入れて、つまり、上昇率3つだけど、それをあえて強引に4つに分かれたというふうに考えても同じなんです。つまり、そうすると、2、1、0、1、0、2。で、まあ、9と K がだから3の方に移ったわけですね。1、0、0、1、3、1と。こういうものが同じ結果をやりますと。だから、4の13乗分の1なんだけども、これも4の13乗分の1で。で、まあ、さらに、今度は、ここじゃなくて、ここにカットを入れるって考えると、今度は、2が空になって、3の手の方に10、11、12、13っていうのが入るんで、2が全部3になって、3、1、0、1、0、3、3、1、0、0、1、3、1と。これもまた4、13乗分の1なんだけども、同じ結果を与えると。じゃあ、いくつあるかっていうと、結局この13個の列に1個カットを入れる、あの、個数なんで、結局、4の13乗分の最初と同じ14だけの確率がなるというわけです。で、そうですね。まあだから こっちの場合とあの発想は似てるわけですね。カット1回入れて14通りになるっていうのは全く同じです。じゃあ、まさにこれ上昇率が1個の場合だと、今度はどうかと。本来上昇率3個なんだけども、それが1個しかないってことは、まあ、要はこれで強引にカットをですね、3つ入れるってわけですね。なんだけども、そうするのだから、例えばこうすると、0、0、0、1、1、1、2、2、2、3、2、2、2、2、3、3、3と。だからまあ、最初1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13っていうふうに分かれて、まあこういうふうにしても4の13乗分の1だと。というわけで、じゃあカットいくつ、入れればいいかっていうと、これはまあちょっともう時間がないであんまりもうパッと言いますと、実は、16個の中から3個選ぶ確率だと。だから、13枚に、の並びに、カットを3つ入れると場合の数なんていうのは C の16の3あるいは C の16の10、13だと。だから、まあカットも含め16個記号がそのうちの3つ場所を選ぶっていうんで、まあこれなんだけども、まあこの辺だからまあ、組み合わせやってない人はまあ続いてほしいんだけども、
まあ、3、2、1になって、なんですか、8と、これが5なんで、あっと、しまった。これ消したくなかったな。まあいいや。で、560通り、なるわけですね。ちょっとこれ書いておこう。3。はい。で、まあ同じようにですね。だから確率は4の、は4の13乗分の、まあ、560になるわけです。で、じゃあ今度、上昇列2個ですね。だから本来、上昇列が4個なんだけども、たまたまくっついて2個になったっていうのは、同じように考えると結局、まあ、カットを2個入れるもので、まあ、それがまあ C の15の2になると。だからまあ、まあ、この辺ちょっともう出題してほしい、いただき構わないんだけども、まあ、4の13乗分の C の15分の2というふうな数になります。で、上昇列が5個以上は起こり得ないから、まあ、0にしていいと。これまあ、13、何枚でもいいんで、まあ、3枚の場合をまたまとめますと、それはまあ、レジュメの方に、書いたので、じゃあちょっと今、レジュメ移していただけますかね。だからまあ、ここでは、3枚で、これは1回の場合だけども、3枚で、2回の場合ですね。だから、1、2、3、1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2、3、2、1とあって、まあ、0、1、2、まあ、4つの数の3つの組なんで64パターンあるんだけども、どのパターンでどれが現れるかって全部書き出したのが、そのレジュメに移していただいた表なんだけども、まあ、結論を言いますと、だからこれが64分のですね、20であり、この4つっていうのが64分の10であり、これが64分の、まあ、4なんだけども、これは、まあ、このカットの入れ方っていうやつで、やっぱり、説明することができます。この20ってどっからできたかっていうと、20っていうのは C の6の3と、3つのものにカットを3つ入れるやり方ですし、10っていうのは C の5の2と、3つのものにカットを2つ入れるやり方だし、この4っていうのは C の4の1と、いうことですね。3つにカットを1つ入れるときのやり方だと。はい。で、ここまで来てですね、ようやくその混ざり方の定理をお話しすることができます。これはこっちの方がいいかな。で、まあ、13枚でも3枚でも52枚でもいいんだけども、N 枚のカードの並び方、まあ、順列ね。の総数は、まあ、これはまあ、多くの人が知ってると思うんだけども、n×n-1 とか、最初に何を並べるか、別に、残りの n-1 枚を並べるか、別に n-2 枚を並べるかっていうんで、2×1 と、すなわち、n の階乗ですね。まあ、非常に膨大な数の並べ方があって、で、理想的な、まあ、まあ、混ざり方っていうのは、理想的な、まあ、すべてが、等確率と。まあ、n の階乗分の1で全ての並び方が現れうるということなんだけども、
で、じゃあこの100の混ざり方っていうのは、利具合と私が書いたものっていうのは、端的に言うと、まあ、出現確率と、まあ、この上で書いた理想の混ざり方ですね。この N 分、N の階乗分の1との、この確率的な数の差を求めたものです。まあ、レジュメにはまあもうちょっと詳しいこと書いたんだけども、まあ、例で説明しますと、3枚で、シャッフル1回、1回の場合っていうのは、まあ、1、2、3って出てくるのが、まあ、あそこに書いたんだけども、確率2分の1だけども、理想的には6分の1なわけですね。あと、1、3、2とか2、1、3とかっていうのは、確率が8分の1だけども、理想は6分の1だと。そういうのが4つあるわけです。で最後に、3、2、1っていうのは、この1回借りした時の確率は0なんだけども、理想的には6分の1。これが、理想と現実の差なんですね。で、それをまあ調整のためにこう全体を2分の1してやると、これはまあ3分の1になると。まあだからこの数っていうのは0と1の間にあって、0っていうのはだからこれきっかり等しくなるんで、それがまあ一番よく混ざっていると。で、1っていうのはまあそういう意味ではあんまり混ざってないってことなんだけども、まあ3分の1はまあまあ混ざっている。で、じゃあこのシャークル2回にすると、1に3になるのが、64分の20で、まあ、理想的には6分の1と。で、他の132とか、213とかっていうのは64分の10で、理想的には6分の1と。そういうのは4つある。で、今度は321っていうのは理想的、現実には64分の4なんだけども、理想的には6分の1だと。ね。こういうのの、2分の1になって、まあ、48分の7と。で、こっちが、まあ、0.333 で、こっちが 0.167 あたりなんで、まあ、だいたい半分ぐらいになって、まあ、だいぶ混ざり方が良くなっていると。まあ、でも、いずれにしてもですね、0.3 とか 0.1 とかっていうのもかなりよく混ざっているというふうに、まあ、所詮3枚なのね、いうことができるわけです。で、同じことを、52枚のカードでやろうとするんだけども、じゃこれ、3枚だと、たかだか 6パターンやればいいんだけども、52の階乗って、だから、純68乗、だから68桁の数なんで、まあ、スーパーコンピューターのまま全部戻すのは無理なんですよね。なんだけども、これ上昇率って考え方を使うと、それがちゃんと計算可能で、まあ、その辺のですね、もう、計算例っていうのはこの辺でやってるんですけども、改めてまとめますと、まあ、ちなみにですね、だからシャッフル2回だと4手シャッフルだけども、シャッフル3回やると8手シャッフルになると。シャッフル4回やると、まあ、16手シャッフルになって、もう原理は全く同じです。というわけで、N 枚のカードを A 手シャッフルと。して、した結果、ある、まあ、順列です。並び方が、生じる、まあ、ある順列が、まあ、現れるですね。現れる確率を、P。とすると、その、上昇列の、その順列の上昇列を、あるこの時、
P っていうのは、まず上昇率の個数が A よりも大きいときは0です。ね。だから4次借金のときに上昇率が、はい、5個あればもうその確率は0なんだけども、R と A が等しいときっていうのは、A の N 乗分の1になります。ね。で、まあ、一番くせ者なのは、その上昇率の数が、手の数より上昇率の個数の本来の上昇数よりも小さい場合で、その時には、A の N 乗分の1かける、まあ、C の N 足す A-R の N と、まあ、レジュメにも書いたんだけども、まあ、要は、カットをいくつ入れるかという、議論になります。もう詳しくは言います。今までやってきたことはまさにこれの特別な場合なんだけども、だから、ある順列が現れるっていうのは、どんな上昇率かっていうのは、上昇率の個数だけで決まるわけですね。だからさっきの1、2、3も、この1、3、2、2、1、3、2、3、1、3、1、2って全然違う順列だけども、上昇率が2個っていう、共通点で確率は1個に決まるわけですね。ということがまあ起こると。で、まああと、だからこれが、まあ、リアコニ先生、ダイコニ先生とベイヤー先生が一番大事な結果だと言って、論文の一番最初に書いてあるメインセオリー、テオリーね、主定理なわけなんですね。これを見つけたから、俺たちはこの計算できたんだということを強調しています。で、まあ、あとは、で、まあ、だから、まあ、今書いたけども、で、これを、これですね、なんかこの、P の N の R の A と書くものとします。まあちょっと、判別の記号ですけども。で、今、警戒シャッフルっていうのは、2の形状を、A、シャッフルだから A が2の形状だってことですね。だから2回やると A が8、4で、K が3だと A が8になるわけだけども。で、今、A の N 上昇率 N 枚の順列で上昇率が R 個の総数をものの総数を A の NR としますと結局、混ざり方っていうのは、シグマの R が1から N までの A の NR の P の NR の A の形状を引く N の階乗分の1と。まあ、この N、NR っていうのも、まあ、簡単に求めることができるんで、まあ手では難しいけども、コンピューターだとこれはすごく容易に求めることができると。で、N が50入りのときが、まあ、初めの表ですし、一般に2分の3のログの 2N で、まあ、一般に、で、まあ、混ざり方が急激に変わるということも、大学院先生が証明しました。で、最後はトランプの尺度に関連だとですね、なんかある、簡単な操作をなんか繰り返すと、途中で混ざり方が急激に変わるというカットオフ現象っていうのが、いろんな現象で見られることも、まあ、分かっていると。どうしてそうなのかっていうのは、まだ途中なん、なんか研究途中なんだけども、そういうことも今研究されているというわけです。はい。で、まあ、もう時間、あと1分ですかね。あ、はい。まあ、最後にですね。だから結局、これは手品を、上昇率って考え方、もともと手品師がアイデアなんですけども、一つアイデアがあれば、思いも言わないことが分かると。いうのが、まあ、数学の醍醐味なんですよね。だからコンピューターいくら回しても、やっぱこの上昇率考え方がなければ、こんな計算できないわけです。で、こういうふうにですね、なんか一ついいアイデアがあれば、思いもやらなかったことが分かるっていうのが、まあ、数学の醍醐味で、この、数学科に来て、大阪市立大学で数学科に来てもらうと、まあ、そういう経験をいっぱいできますので、ぜひ、次第に来て一緒に数学を勉強しましょう。はい、以上です。ありがとうございました。